共通テスト、歴史総合、日本史探究は、どのように出題されますかさて、次のテーマです。共通テスト、歴史総合、日本史探究は、どのように出題されますかこれですね。こうなります。さて、日本史を中心に勉強している受験生の皆さんが、一番不安に思うのは、共通テスト、歴史総合、日本史探究には、 歴史総合の内容。つまり、主に18世紀以降の世界史の内容が含まれているということでしょう。しかし、不安に感じる必要はありません。近年始まった共通テストは、各種のセンター試験と比較して、覚えておかなければならない用語は減少しているからです。まず、共通テストでは、資料や図版、グラフや統計などの読解問題が増えました。また、 ある事実にての評価と、それから根拠の組み合わせを選ぶ問題など、センター試験のような文章の整合を判断する問題や、年代の古いものから順に並び替える問題とは異なった問題も見られます。その分、歴史用語や年号を一問一答形式で暗記しておけば、すぐに答えがわかるような問題は減少しているのです。そのため、定期テストなどで、 文章の空欄の穴埋め問題ならきちんと点数が取れている人でも実際の共通テストの問題を解いてみると結構難しく感じるはずです共通テストはがむしゃらに教科書の太字の用語だけを覚えていけば良いというテストではないのですではどのように学習すれば良いのでしょうかその答えは今はどういう時代をどういう分野で学んでいるのかもしくは この時代は前の時代から何がどう変化したのか、などという時代の枠組みや特徴などの大きな視点を最初に掴んでおくことです。こう説明すると難しく聞こえるでしょうかしかし、これらは教科書の、教科書の章などのタイトルや扉のページで説明されていることなのです。例えば、歴史総合のタイトルは近代化、大衆化、グローバル化に大きく分けられています。 したがって、そのような視点を重視して、取材されると考えられます。また、学習指導用に示されている、現代的な諸問題を歴史的に捉えるための例。これは少し難しいですよね。具体的には、自由制限、平等格差、開発保全、それから統合文化、対立協調の観点を意識しながら学習して、学習してみましょう。